最近よく出るよなモンスター。今朝もおかげで遅刻だ。ま、私たち以外にやれる人いないんだから頑張ろう。寝不足ちゃんはお肌の大敵。あのポルコも言ってたよ。あいつらってノラモンスターなのかな。ノラモンスター略してノラモン。ノラ犬みたいな。不規則に現れるモンストゲートから出てくるんだろう。誰かが仕組んでいるわけではなさそうだとゲンマさんも言っていた。レーン、教えてほしいことがあります。何でも聞いて。ああ、やはりレーンは優しいですね。あ、クラスメートとしては当然さ。じーっと見ているである。これはプンプン匂うぞ。私、日本の文化を勉強しています。それでどうしても見てみたいものがあって。ん？それは男気です。男気を見せてください。男気？はい。男気？はい。男気、それは弱き者や困っている者を守り戦う時に男が見せる心意気。どうしました？別に。そのミディアムレアな微笑み、男気ですか？これは違うよ。確かに中途半端なキモい笑顔であるな。男気、見せてあげられる機会があればいいんだけど。はい、楽しみにしてます。武蔵野地区にモンスター反応だ。この公園にモンスターがいるのですね。こんなところで何してるのかしらね、そいつ。近いぞ、この先だ。ここにいるんですか？そうみたい。ゲン、何言ってるであるか。世のお父さんたちが昼間からいい感じに羽を伸ばしているオアシスにモンスターなんているわけないである。壊れてるんじゃないそれ。いや、間違いない。こんにちは。うるせえ。すみません、2階見ていいですか？誰もいないであるな。壊れたのかな。残念であるな。マナに男気らしきものを見せてポイントを稼ぐチャンスだったのりゃ。ポイントってなんだ。男に見せられるかもしれなかったんですか？まあ残念だな、見せられなくて。確かに美味しそうだね。レン、男気見せるである。え？マナ、レンが今度こそ男気見せてくれるようであるぞ。は？何でもご馳走してくれるである。本当ですかレン？もう何でも好きなの頼んで。ありがとう。これが男気ですか？まあそうだね。美味しい。早っ。次モモ、白レバー、せせりください。はいよ。早くも俺の財布が火を吹き出したようだ。次、つくねとうずらの卵とミニトマトください。はい、おもし。次、カルビ串、ハラミ串ください。そういうジャンルもいっちゃう。あとこれ、親父の気まぐれゴージャスくしもりください。じかー。マナ、ちょっとそれはやめておこうか。いいじゃねえか兄ちゃん、頼んでやんなよ。いい？マジ？気
気まぐれゴージャスくしもりプリーズ。あのおじさん困ります。何言ってんだよ、せっかくここまで男気見せたんだな。親父。うん、その男気に免じて出世払いにしてやる。いいね。なあ、親父もこう言ってるし、大船に乗ったつもりでドーンって行こう。ずいぶんと威勢がいいじゃない。あ、ん、うん、あ、お前ワルプルギス。お前カジノですんげえ借金作ったって聞いたぜ。あんたこそまだあの辺りのカジノに出入りしてるそうじゃない、シンドバッド。えってことは、おじさんモンスターだったのか。どうしてこんなところで焼き鳥食べてるんだよ。話す長いよ。30秒以内で頼むである。あれは何週間か前のことだ。超ついてた俺はカジノでバカ勝ちして調子に乗っていた。そしたらイカ様疑われちまってよ。動力がやられたか。一か八か突っ込むか。いったれ、ナマヤってわけよ。こっちの誰かに呼び出されたんじゃないんだ。ああ、あの時はそれしか方法がなくてな。力の弱いモンスターならゲートの力に引きずられてこっちに出てくることもあるけど。座礁しまってよ、直すあてもなくて今は親父の船で世話になってる。親父の船？この店のことさ。俺の船が座礁したって話をしたら親父が言ってくれた。縁あって俺の船に乗ったからには家族同然、船が治るまでここにいればいいってよ。つまんねえこと言ってねえで食え。俺は親父とこの船が大好きなんだ。常連のおっちゃんたちもこの町もな。なんかあった時は俺が体張って守る、それが俺の男気なんだ。じゃあ遠慮なく川の特盛りを人数分。あいよ。川？この店の不動の人気メニューは鶏の首の皮。ただ柔らかいだけじゃない、決め手は秘伝のタレ。創業以来継ぎ足し続けた秘伝のタレ。そのタレをつけた皮をじっくりと焼き上げる。これを食べずしてこの店に来たとは言えない。めちゃめちゃ詳しいである。あっちの方が常連みたいである。お出てこいおら、いるのは分かってんだよ。ちょっと待って、もしかしてあれカジノの追ってだ。なんだなんだ、撮影か。出てこないならこっちから行くぜ。アザゼル俳優さんか。かっこよく撮影してくれよ。やばいわやばいわ、あいつが来たってことは。無理無理無理、あんな借金絶対返せるわけないじゃない。てめえ無関係な人間を巻き込むんじゃねえ。んなもん知るか。今日はなんだか可愛い気がします。あいつ自分の体で。このままじゃ拉致が開かねえ。船のないお前なんてただの酔っ払いだ。こんなところで戦闘なんて。モンストスタート。浮上しろ。なんだあれは。
回のモンスターアニメは炸裂セブンスギャラクシー。男同士の食ったらない戦い、その間にもどんどん冷めていくお父っつぁん秘伝の鳥皮。このままでは取り返しがつかなくなる。そう確信したお父っつぁんはついに必殺技セブンスギャラクシーを放つのだった。ちげえよ